여러분안녕하세요 주주입니다. 皆さんが選んでくださったJUJUの韓国語研究所2番目の人はアイズワンのナコちゃん。はい、アイズワンのナコちゃんの動画も前に出したことがありますけど、ナコちゃんの韓国語がもっと上手になりましたし、どこでそのポイントを感じたかというと、例えばですね、日本語の食べるが韓国語では먹다って言いますよ。먹다ですけど、韓国語では水を飲むも合ってますし、水を食べるっていう人もいますよ。だから물을 마시다水を飲む、물을 먹다水を食べる、どっちも合ってますよ。なっこちゃんは韓国人のように水を食べるっていう表現も使いました。ちなみに韓国語では薬も먹다です、食べる。そしてなっこちゃんの動画を見ながら感じたのが、なっこちゃんが可愛くてお姉さんのメンバーたちからいじられて、日本語でお姉さん、韓国語で언니っていう単語をめっちゃよく言いますね。언니っていう単語。そしてなっこちゃんも文章の語尾を伸ばす特徴がありました。早速見てみましょう。 요즘에 너무 더워서 나고 녹아버릴 것 같아요. 어떡해. 예전은 괜찮아요? 물 많이 먹고, 나고가 좋아하는 아이스크림도 많이 먹고, 이번 주도 화이팅하자. 난나 쭉쭉. 아이고 니코니코니 하고 있어요 이거. 목이 너무 길지 않아? 진짜 길어요 언니. 봐봐요. 언니. 난나 쭉쭉. 그게 아니에요. 진짜. 왜? 알아. 호흡수이라고. 우와. 무서워 무서워. 예나 언니. 너무 좋아요. 너무 좋아요? 네. 아니에요. 언니. 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 언니.はい、次のJUJUの韓国語研究所の人も皆さんが選びます。皆さんが書いてくださるコメントの中でいいねが一番多いコメントの人を選んで研究してみたいと思います。では、오늘은 여기까지。じゃあね。JUJUワールド。 I